久能江正実の乱は、1591年に南部氏一族の久能江正実が起こした反乱です。この乱は、秀吉の天下統一事業の最終段階での出来事でした。1590年、秀吉が東北地方の大名たちに行った奥州仕置きの段階では、南部信直が南部氏の宗家として認められていました。しかし、久能江正実は、これを受け入れず、反乱を決意します。1591年、正実は、南部宗家への範囲を明確にし、5000の兵を動かして挙兵。南部領内の一揆に乗じて、周囲の城を攻め始めます。これに対抗するため、秀吉は、仕置き軍を編成し、北上を開始。8月下旬、仕置き軍は正実がこもる、久能江城を包囲し、圧倒的な兵力で攻め立てます。久能江城は三方を河川に囲まれた県城で、本丸は強力な防御力を備えていました。しかし、仕置き軍は大軍であり、完全包囲の状況に追い詰められます。そして激しい戦闘の末、久能江軍の大半が戦死、正実は全員の除名と引き換えに降伏。しかし、秀吉は約束を破り、城内の者は残らず虐殺され、正実も処刑されました。これにより、秀吉による天下統一は成し遂げられました。